新潟県妙高市にある鮫川城です。上杉謙信死後の御盾の乱で景勝と景虎が激しく争い、景虎が自害した地となりました。今回は続百名城にも名を連ねる、そんな鮫川城をご紹介します。国道18号線音吉の交差点を左折して県道63号線へ車を走らせていると、このような案内板がずっと出てるので、その案内通りに進めば迷うことなく駐車場に着きます。県道を数十秒も走れば左折してすぐに右折、ここにも看板が出てますね。ここにも至る所に案内看板が立ってますので、ナビがなくても迷うことなくつけます。つきました。ここが飛騨歴史の里の無料駐車場です。約20台くらいの駐車スペース。ここからは歩いて総合案内所へと向かいます。路駐してる車も結構ありますが、釣り人かハイカーで、鮫川城目当ての人には一人も出会いませんでした。飛騨遺跡群、縦穴式住居などを横目に見ながら歩いてると、管理棟が見えてきましたよ。この管理棟には必ず立ち寄ってください。素敵なお姉さまが親切丁寧に鮫川城を解説してくれます。御城印の購入や続百名城スタンプもここで押せます。トイレもこの管理棟にあります。このような縄張り図もここにありますので、事前にこの図をもらってから登場しましょう。駐車場から管理棟までは徒歩5分程度。案内図で地理を確認したら、さあ、行きましょう。管理棟を後にして、まずは池のほとりへと向かいます。朽ち果てた案内標識。池のほとりには遊歩道があるので迷うことはありません。天気のいい日曜日とあって、多くのハイカーたちが山登りを楽しんでいます。わかりますか？一面にカタクリの花が咲いています。私が鮫川城を訪れた季節は春、4月中旬のことでした。カタクリの群生地があるとは全く知らなかったので、この光景を見られたことはラッキーでした。椿も咲いていますね。大堀切6
すぐ下には上信越道が見えています。大堀切5。サメガオ城はペットの入場可です。堀切の向こうに作平地が見えます。この平らに開けた場所が通称東一の丸跡。高田平野が見渡せます。基本的に整備された登山道なんですが、こんな急峻な登り道もあります。管理棟から歩き始めて30分が経過。本丸が見えてきましたよ。まっすぐ登れば本丸ですが、その前に左にそれて三の丸へと向かいます。大堀切1。三の丸跡です。ここでは炭化したおにぎりが出土したそうですよ。三の丸のすぐ下にある井戸跡、春日山城ほどの規模ではありませんが、標高162メートルの地に今も水が溜められている井戸。また影虎はこの井戸付近で自刃したと伝えられています。井戸の下に小口が見えます。下に降りてみましょう。矢倉門があったと推測される小口跡。先ほどの分岐点まで戻ってきました。本丸はすぐそこですが、左に折れて二の丸へと向かいます。二の丸跡です。三の丸よりやや狭く感じます。ここでは建物跡や焼けた陶磁器片が出土しました。さて来た道を戻っていよいよ本丸へと向かいます。来ました。ここが本丸です。標高185メートルの山頂部には東屋が建てられ、
高田平野を一望することができます。本丸の北側にある米蔵跡へと向かいます。ここが米蔵跡、本丸と米蔵を分断する堀切りも深い。雪を抱いた妙高連峰、桜と雪のコラボ、そして登ってきた東途上道ではなく雪の残る北途上道から帰ります。上信越道の下をくぐります。管理棟まで戻ってきました。本丸からここまで下りの所要時間は15分。駐車場を出て駐車場に戻ってくるまでの全体の所要時間は約1時間半でした。さて、4月に鮫ヶ尾城を訪れたのなら合わせて足を運びたいのが観音平古墳群。鮫ヶ尾城にもカタクリの群生地がありましたが、ここのカタクリも有名です。辺り一面にカタクリが咲き誇っています。鮫ヶ尾城からは車で5分、歩いても15分ほどなので、カタクリの季節にはぜひ立ち寄りたいですね。駐車場から 2,3 分も歩けば群生地なので、とても手軽に散策することができますよ。また春に訪れるなら隣の上越市にある高田城の桜も見逃せません。日本三大夜桜の一つに数えられる高田城址公園の桜は圧巻の一言です。高田城の桜については1本動画を上げてますので、ぜひそちらもご覧ください。桜といえば松ヶ峰の桜も見応え十分。こちらも動画を上げています。また鮫ヶ尾城を訪れたならやはり春日山城も見ておきたいですよね。こちらも動画を上げてますので、よろしければご覧ください。今回は新潟県妙高市にある鮫ヶ尾城をご紹介しました。途上道が非常によく整備されており、ハイキング感覚で散策できる山城でした。お城を中心に全国の観光地を巡り歩いています。今後の動画もどうぞよろしくお願いいたします。